のクリスマス。わあ、試験が終わればクリスマス休暇。フロリダの青い海が待ってるわ。ジュリアもどこか行くんでしょ？田舎の別荘とか。私田舎は大嫌いよ。そうね、しばらくはニューヨークでパーティーに明け暮れるんじゃないかしら。今年社交界にデビューさせたいって両親が言ってたから。わお、素敵。ジュリーは？あ、私？ええ私は寮に残るわ。あら、どうしてよ、家には帰らないの？あ、小説よ。休暇の間に短編を一つね。へえ、ほんと？それはいい考えね。うん、ええ、書き上がったらぜひ読んでね。待って、ちょうど今戻ってきたところよ。ねえジュディ、今年も寮に残るって言ってたわよね。ええ、だったらうちに来ないかってお兄様が。お兄様ってジミーが出てるの？ええ、工場の従業員の家族を招待してクリスマスパーティーを。それで、もしもし、ジュリアです。パーティーに招待してくださるんですって。え、いや、ジュリア、まあパーティーってほどのもんじゃないんだけどね。あ、それにマサチューセッツって言ってもうちはひどい田舎でね、退屈しないかな。退屈なんてしませんわ。私田舎は大好きですもの。それでパーティーにはどんなドレスって？え、ジュディ？ジュディは小説を書くから行けないわよね。ううん、小説の取材ができそうだからぜひ行きたいわ。あら、そう。ジュディも行きますって。それじゃ。あのスローンさん、長距離電話よろしいですか？どうぞ。どうも。それじゃあ二人とも来てくれるのよね。素敵。今年は楽しいクリスマスになりそうだわ。ニューヨークをお願い。パーク街1050番、先方払いでね。で、どんなパーティーなの？楽しいわよ。まずは山へ行ってクリスマスツリーの木を切り出すところから始めるの。へえ。パーティー会場もみんなで作るの。料理も全部手作りなのよ。うわー、私そういうの大好き。もしもし、あ、ママ、私クリスマス休暇なんだけど、サリーのお宅に招待されたのよ。あ、じゃあ私たちもツリーの飾りを作っていきましょうか。あ、賛成。だって、でも社交界なんて来年卒業してからでもいいじゃない。お願いよママ。いやよ、いや、私どうしても行きたいの。大丈夫なの？平気よ。それよりジミーへのプレゼントは何がいいかしら。後で買いに行きましょう。ジュディは大丈夫なの？私は平気。おじさまに手紙を書くわ。ねえサリー、何がいいかしら。そうね、お兄様ってあんまり物にこだわらないタイプだから何でもいいと思うけど。何でもいいじゃ困るのよ。あら、あ
あの靴ちょっといいわね。ん？うわ、55ドル靴一足で？すごいわね。あら、そうでもなくてよ。ところでジュディは何をお買いになるの？私はもう決めてるんだ。何何？毛糸よ。毛糸？まだ何を編むか決めてないんだけど、時間もないし、靴下か手袋か、それともマフラーかな。あら、ずいぶん節約なさるのね。だって、ちっちゃい時からプレゼントは手作りばっかりだったから。でも素敵じゃない、手作りのプレゼントなんて。私もそうしようかな。ジュリアもそうすれば。手作りだなんて、そんなものみっともなくて渡せないわ。どうぞお帰りになって、一人で素敵なプレゼントを探します。ああ。お金の問題も確かにあるんだけどね。こんなんじゃないわね。違うわ。何かお探しで？そちらですと少々お値段が張りますが。じゃあこっちのをいただくわ。それからこれとあれもキャッシュでよ。でも素敵な色ね。お兄様にぴったりだわ。本当？きっと喜ぶわよお兄様。ねえ、ここはどうしたらいいの？ん？ああ、そこはね、こうやって目の数を揃えるの。ただいま。あら、お帰りなさい。うわあ、すごい荷物。そんなにたくさんなの？気に入ったのが見つからないのよ。じゃあ、その荷物は？私の靴と手袋、それにコートよ。プレゼントが決まらないなら、ジュリアもやってみない？とっても楽しいわよ。お店で売ってるものをわざわざ作るなんて信じられないわ。第一、そんな安物の毛糸じゃね。荒れてるわね。どうだったスケ？ダメ、科学なんて取るんじゃなかった。私も。あ、どうだったジュリア？まあまあね。待ってたのよ。お昼食べに行くけど一緒にどう？買い物に行きますの。これお願いするわサリー。ジュディ素敵じゃない、彼のために手編みのプレゼント。そんなんじゃないってば。サリーのお兄様にあげるのよ。サリーのお兄様ってあのプリンストン大の？じゃやっぱり彼へのプレゼントじゃない。素敵よね彼って。違うってば。メイクウォーターバッグの彼氏のためにたっぷりと愛情を込めてね。そんなんじゃないってば。もうやだ。何を騒いでるんです？クリスマスプレゼントを作ってるんです、恋人のために。違うって。恋人なんて不謹慎な。あなた方はまだ高校生ですよ。神聖なるマナビアでなんとみだらな。あら、割といい色ね。何を編んでいるのかしら。
袋です。なかなか上手ね。ここを後からほどいて親指をつけるのね。なるほど。スローンさんもご一緒にどうですか。ジュディは教え方も上手ですよ。あ、セーターもわかるかしら。ええー、あ、スローンさんもクリスマスプレゼントですか。まあ誰にあげるんです。ひょっとして恋人に。あ、違います。愛情込めた手編みのセーター。あ、違うんです。その私の父に。毛糸はどれかしら。それと一番高級な編み物の方を。高級な、あの編み物は初めてなんですか。いえ、そんなことは。あの、いいから早くしてくださらない。あ、はい。あら、まだ戻ってないのかしら。そうね、ジュリア。あら、いたんじゃない。何してるの。あ、あ、見ないで。あ、ジュリア、素敵な毛糸、いい色ね。大したことないのよ。まあ高級品だけあって、さすがに色だけはいいわね。何を編むの。マフラーよ。ほら、たくさん色を使ってイニシャルも入れて、どこにも売ってない素敵なマフラーになるわ。はあ、お兄様きっと喜ぶわ。ねえ、あっちで一緒に編みましょうよ。いいえ、たった一色で編むような単純な仕事じゃありませんからね。一人で落ち着いて編みたいわ。そう。そうね、邪魔しないわ。これ全然わからないじゃない。ジュディなんかに負けられないわ。絶対にサリーのところへ行くわ。ねえ、そろそろ荷造りもしなくちゃね。これも急がなくちゃいけないし。誰からだったの。パパよ。なんて。別に今それどころじゃないわ。大丈夫なのかしら、ジュリア。でも結構頑張るわね、ジュリア。私見直しちゃった。1、2、3。あー、もう。ずいぶんできたじゃない。ジュディって本当に上手ね。サーリー、ねえサーリー。ジュリア、わからないのよ、ここのところ。ほら、ここよ。うわー、難しいことやってるのね。あ、ダメダメ、こんなのジュディでなきゃ無理よ。うわー、上手じゃない、ジュリア。イニシャルも素敵。あ、まあまあなんだけど、そこからがどうもね。本には載ってないみたいで。ああ、これはね、ここでこうやってね。あ、そうね、そう
うじゃないかと思ってたのよ。やっぱりね。そうだわ、紅茶でも入れましょうか。ねえサリー。うん、そうね。構わないでくださらない？気が散りますの。乗ってる。見えましたよ、お母様が。ママが。ジュリア、お願いするわね。うん、プレゼントちゃんと渡す。お願いね。お願い。勝手は許しませんよ。今夜は大事なパーティーなんですから。さあ泣かないで。せっかくのお顔が台無しになるわ。出してちょうだい。はい、奥様。本当にかわいそうなジュリア。足長おじさま、こんなわけでジュリアは来られなくなってしまったのですが、本当にかわいそうだと思いました。だってサリーの家のパーティーが実際これほど楽しいとは思わなかったんです。さんになって子供たちにプレゼントを渡し、そして僕に私たちからプレゼントを受け取ったのです。わあ、これをジュリアが？その時の驚いた顔、ジュリアに見せてあげたかったです。ジュリア、今頃何してるかしら。社交界のパーティーって大変なんでしょうね。サリーのところへ行けなかったんだって？私も無理やり連れてこられた口でね。
私、おじさまの気持ちが少し分かったわ。私もこんなパーティー大嫌い。上流社会なんてこんなもんさ。家柄や地位を守るために自由を売らなきゃならない。また始まった。サリーたちどうしてるかしらね。認め